皆さんこんにちはウィィズペティ犬猫病気典です今日は犬のクッシング症候群について症状原因後発品種予防方法治療方法の順に解説しますそれでは早速始めましょう犬のクッシング症候群とは犬で多い内分泌疾患でありステロイド剤に似たホルモンが多量に分泌されます 腎臓の上部にある豆粒ほどのサイズの内分泌器官である副腎が、副腎皮質ホルモンを異常に分泌することで、さまざまな症状が出る病気です。副腎皮質機能亢進症という別名があります。副腎皮質ホルモンは、ステロイドとほぼ同様の効果を持つ強力なホルモンであり、多量に放出されることで、さまざまな症状を引き起こします。 犬でよく見られる内分泌疾患の一つです。犬のクッシング症候群の症状とは？食欲亢進、他人、多尿、皮膚症状などが見られます。食欲の亢進、他人、多尿が最も多く見られる症状です。特徴的な皮膚症状が見られるようになります。筋肉の萎縮と体脂肪の増加が同時に起き。 腹部は太くなり、下垂します。呼吸筋の萎縮などの症状により、浅く早い呼吸になります。高コレステロール結晶や高血糖、肝臓の主題や肺や血管、筋肉の石灰化などの症状、免疫不全による感染症、糖尿病などが併発することがあり、全身性の病状の悪化が見られることがあります。 犬のクッシング症候群の「原因」とは下垂体性副人性威厳性の3つの原因があります下垂体性クッシング症候群副人性クッシング症候群威厳性クッシング症候群に区別されます犬のクッシング症候群の9割は下垂体性クッシング症候群です下水体とは 脳の最も下部に位置しており副腎皮質にホルモンを分泌するよう指示する臓器です。下垂体性クッシング症候群では下垂体に腫瘍ができ、副腎にホルモンを放出するように命令し続けることで、副腎皮質がホルモンを放出し続け、さまざまな症状を引き起こします。副腎性クッシング症候群では、副腎自体に腫瘍ができ、 腎皮質ホルモンを異常に酸性放出することが原因になります遺伝性クッシング症候群はステロイド剤の誤った使用方法により引き起こされます犬のクッシング症候群の後発品種について全犬種で後発します。5歳以上の犬で発生しやすい病気で特別な後発犬種はありません。 犬のクッシング症候群の予防方法について早期発見・治療を行います下垂体性クッシング症候群と副腎性クッシング症候群には予防方法はありません早期発見・治療が特に重要になります遺伝性クッシング症候群はステロイド剤の不適切な使用が原因になるため 獣医師に指示された通りにステロイド剤を使用することで予防ができます。犬のクッシング症候群の治療方法について。下水体性クッシング症候群。下水体性クッシング症候群の治療では下水体腫瘍が直径10ミリを超える場合、下水体腫瘍の切除を目的とした外科療法下垂体腫瘍の縮小を目的とした。 放射線療法が選択されます。犬の下垂体腫瘍が直径10ミリを超えない場合が多いため多くの症例で内科療法が選択されます内科療法では副腎皮質ホルモンの合成を抑制させる方法副腎皮質を選択的に破壊萎縮させる方法があります副腎性クッシング症候群 副性クッシング症候群の治療では手術による副腎の摘出が第一選択となります腫瘍が副腎に限局しているもしくは広範囲に転移が見られない場合予後は比較的良いとされています転移が広範囲で手術が困難な場合 QOL 改善を目的とした内科的治療法を選択します本日は以上となります 今回の動画で大切な愛犬の健康維持のお役に立てれば、大変嬉しく思います。この動画が良かったと思う方は、チャンネル登録・高評価ボタンをよろしくお願いします。今後も犬の病気についてたくさんの動画をアップしますので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。ではまた、次の動画でお会いしましょう。本日はありがとうございました。